CCK コレシストキニンパンクレオザイミン PZ は消化管ホルモンの一つで十二指腸や空腸の I 細胞から分泌される33個のアミノ酸からなるペプチドで小腸の I 細胞で作られる十二指腸内のペプチドアミノ酸脂肪酸によって分泌が促進される水栓細胞のホスホリパーゼ C を活性化させイノシトウルトリスリン酸の増加により 水酵素を分泌させる。これは、胆汁、シストは袋、機忍は動かすものを意味し、全体で胆嚢を収縮させるものという意味。消化器系がタンパク質や脂肪など、化学的な消化に、時間のかかる食品を十分に消化する作用を助ける。胃が微軸を十二指腸に送り込むのをゆっくりにし、消化酵素に富む水液の分泌を促進する。胆嚢を収縮。 オッティ活躍筋の疾患を流し単重排出を促進し食品中の脂肪分を乳化させて消化しやすくする。セクレチンの作用を増強する。コレシストキニンは脳神経系に存在して神経伝達物質として生理的働きをする。脳幹では一部はドパミン外有ニューロンと共存して薬物依存と関係している。コレシストキニン受容体には A タイプと B タイプがあり、脳は主に B タイプ受容体で、一部の脳と抹消神経系が A タイプ受容体である。よくわかっている、神経炉として知られているのは、CCK 復腔投与すると、胃の CCK、A タイプ受容体が刺激され、瞑想神経を経由して、遠髄小束核ニューロンを興奮させ、ひいては死傷過質防核と死削上核の、 神経分泌ニューロンを興奮させ、オキシトシンを脳下水体硬要から分泌させる。一方、青半核ニューロンも CCK8 投与で興奮するが、これは小脳への投射し、不安などの効果を起こす、ノルアドレナリン含有細胞とは違うニューロンである。人のコレシストニンの遺伝子記号は CCK で塩種一万118,440、 コレシストキニン A 受容体の遺伝子記号はクカールで、NCB、民118,444。コレシストキニン B 受容体の遺伝子記号は、CCKBR で NCB、民118,445。ありがとうございます。